はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日はもしかしたら宇宙人の生まれ変わり、前世が宇宙人だった人の特徴と地球に生まれた意味というお話をしていきたいと思います。皆さん、前世ってどう思いますか？信じます？まあ見たことがないので前世があるなんて信じていない方が多いかもしれませんね。ただスピリチュアルの概念では魂は生まれ変わると言われています。形あるもの、つまり肉体は今世で消滅しますので来世に持ち越すことはできませんよね。でも魂は消滅しません。もともと人は一つの魂で何度も生まれ変わっていると言われているんですね。そして何度も転生していろんな経験をし魂レベルを上げているということなんです。ただほとんど全ての人が前世の記憶を持ち合わせていません。ですがスピリチュアルでは生まれ変わると信じられているんですね。そして宇宙には地球人だけが住んでいるわけではありませんよね。宇宙人もいるわけです。前回の動画でも言いましたが、僕の友人で宇宙人とコンタクトを取れる人がいます。最初はほんまかいとツッコミを入れたくなりましたが、まあ最近はアメリカ政府も UFO の存在を認めているらしいので、宇宙人も存在しているのは間違いないでしょうね。有名なあのバシャールなんかもそうですね、宇宙人ですよね。バシャールはエササニ星に住んでいるらしいです。エササニ星はオリオン座の近くにある緑色がかった惑星です。エササニという惑星には都市というものがなく、ところどころに建物がある以外はほとんどが自然のままの状態なんですね。とても緑が多く温暖な気候とのことです。1日は25時間ほどあり、1年は454日もあるようです。イササニ星人、つまりバシャールの特徴は身長150センチぐらいで人間の子供のような体つきで、そして灰色っぽい皮膚で目は大きく、白目のない白っぽいグレーの瞳です。男性は髪の毛がなく、女性は白い髪で覆われていて、テレパシーで意思疎通を行うようです。そしてイササニ星人はなんか言いにくいですよね。食事も取らないので排泄もしないようです。なんか羨ましいですよね。そして100年が私たち地球人の1000年に相当するようです。本当に宇宙って神秘的ですよね。確かにこの壮大な宇宙で地球だけが生命を宿しているというのはおかしいですよね。そしてさらにスピリチュアルで言われていることは、そんな宇宙人たちも転生を繰り返しているそうです。そしてそんな宇宙人が地球人として生まれ変わってくることもあるそうなんですね。まあ科学的に証明されたわけではありませんから断言できるわけではありませんが、ただそんな人は地球外から使命を持って生まれ変わってきているんです。だからそんな前世が宇宙人だった人にはある特徴があるんです。今回はそんな前世が宇宙人だった人の特徴をご紹介していきますね。まず、自分が世界を変えるんだと感じているということです。やはり地球のレベルを上げるという使命を持って生まれ変わってきていますので、自分が矢面に立って世界を変えないといけないと思っているようです。まあ、使命感があるということですね。発信者になって人を先導したり、優れている洞察力で人を率いたり、曲げることがないこだわりがあったり、物落ちせず堂々としていたり、どんどん新しいことにチャレンジしていったりするような感じなんですね。このようにして世界を変えていくような人が前世が宇宙人だったりします。そして次に、直感が働き感覚が研ぎ澄まされているという人です。宇宙人はコンタクトするときは言葉を使わないようです。宇宙には地球人が使うような言葉がないらしいんです。だからニュアンスやテレパシーで読み取るようなんですね。そして宇宙人にも等級があり、等級が高い宇宙人ほど言葉を使わないらしいです。
なぜなら言葉なしで会話できるんです。人類でいう異心伝心というものでしょうか。つまり同じように前世が宇宙人の人はやたらと直感が働き、感覚が研ぎ澄まされているようなんです。だから感覚でいろんなことが伝わってきたり分かったりするようです。人の状態が感覚で分かったり、ある程度感覚的にこうなるだろうなという予知能力があったり、少しでもこのように感覚が敏感な方はそうかもしれませんね。そう考えると僕も宇宙人かもしれないですね、前世が。そして組織に入ってルールに縛られるのが嫌という感じです。要は自由人なんです。特に組織に入って組織の歯車になってルールに縛られるとかなり生きづらくなる人ですね。なぜなら宇宙はとても自由だからです。なので細かいルールに縛られずに自由に生きているんですね。細かいルールがあるのは地球人ぐらいじゃないでしょうかね。ですから地球上のさまざまな細かいルールを守ることが基本的に苦手なんです。もっと細かく言えば組織の中に入って独自の細かいルールを守るのが超苦手なんですね。例えば何時に出勤して、昼休みは何時から何時まで、そして夕方何時まで勤務と、このように決められたルーティンをこなすことが苦手だったりするんです。だから小学校から社会人になるに至って組織に入ることがとても苦労したという方はそうかもしれませんね。僕はそうでした。前世が宇宙人、まあこれで結構濃厚ですね。そして最後に周りに変人とよく言われるです。もうこれで僕は宇宙人確定ですね。まあこれは仕方がないですよね、宇宙人なんですから。地球人から見たら変わってるのは当たり前です。宇宙人は地球人とは感覚や常識が異なるため、地球には理解できないことが多々あるということですね。だから地球では生きづらさを感じるのかもしれません。要は地球の中でも日本と海外の文化の違いで違和感って感じますよね。それが宇宙規模になるわけですから、まあ、変人と言われることがあるのも当然なんです。だから変態って言われるんです。まあ、変態じゃないですね、変人ですね。要するに前世が宇宙人だった人は他人からよく変人と言われるわけです。皆さんの周りではどうですかね。まあ、皆さんがそう言われてるかもしれないですよね、変人と。要はまとめると、自分が世界を変えるんだと思ってしまう人、直感が働き感覚が研ぎ澄まされている人、組織に入ってルールに縛られるのが嫌と思ってしまう人、周りによく変人と言われる人という感じが前世が宇宙人かもしれない人の特徴ですね。僕も宇宙人だった頃を思い出したいですね。皆さんはいかがでしょうか。ぜひ参考にしてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。